ここ数年苦しんでいる中日ドラゴンズが来年1軍のヘッドコーチに清原和博氏を呼ぶのではないかと、まあ、そういった報道がありまして話題になっています。改めまして清原和博さんが中日のヘッドコーチに就任かということで見ていきたいと思います。9月20日デイリーさんよりこのような報道がありました。立浪和義監督の続投を発表した中日で来季のヘッドコーチとして西武、巨人、オリックスで活躍した清原和博氏の名前が挙がっていることが19日分かった。低迷脱出へ向け立浪監督が耳を傾けるのは清原氏しかいないと、劇薬投入ともいえる仰天プランが中日内部から聞こえてきたというような報道が出ております。ここ最近は中日の首脳陣がどうなるかというところの報道が結構出ておりまして、先日はまあ別の方が二軍監督就任とかっていう報道がありましたし、今回は清原さんがヘッドコーチに就任かということですね。まあ、大きな話題になっています。まあ、清原氏が就任するということになれば、やはり打線の強化をしていきたい、そして観客動員数をアップしていきたい、このあたりが狙いだと思います。清原さんは球界の歴史でもかなり数少ない500本ホームランを打った方ですし、まあ、中日ドラゴンズは長打力に苦戦しているというところもあって打線の強化と、そして清原さんがヘッドコーチでなおかつ監督が立浪監督ということになれば、ファンの方々からもやっぱり話題性も強いですし、観客動員数もさらにアップするんじゃないかというような狙いもあります。まあ、何としてもチームを変えなければいけない3年目、今シーズン仮に最下位ということになると史上初の2年連続最下位というような、まあ、中日ドラゴンズの歴史で初めてということになってしまいますから、まあ、ここはしっかりと変えていかなければいけないわけなんですけれども、まあ、そんな中立浪監督とも親交が深い清原さんがヘッドコーチに就任の可能性が浮上しているということですね。まあ、落合投手コーチが、まあ、今のところヘッドコーチを兼任していて、まあ、落合コーチ自身も、まあ、かなり負担が大きいという話もあって、負担の軽減のためにもヘッドコーチの新たな招聘というところは求められていたんですけれども、それが清原さんになるんじゃないかというような報道になっています。では続いてヘッドコーチの候補には別の人物の名前も挙がっていると、こちらも見ていきたいと思います。落合投手コーチがヘッドコーチを兼任しているということで、まあ、誰かしらヘッドコーチには就任しなければいけないという状態ではあるんですけれども、過去には片岡二軍監督がヘッドコーチに昇格する可能性というところが報道されていました。過去にスポーツ報知さんの記事で井上和樹氏を二軍監督に招聘して片岡二軍監督がヘッドコーチに昇格する可能性、こちらが報道されていたわけですね。井上和樹さんの二軍監督招聘、この部分についてはファンの方々から結構賛成の意見っていうのが多かったんですけれども、一方で片岡二軍監督のヘッドコーチ昇格に関しては否定的な声がものすごく多かったというような過去があります。井上さんは過去に中日の2軍を日本一に導いた時の2軍監督だったということもありますし、まあ、現在2年連続最下位となってしまっている、まずは2軍をしっかりと立て直さないとというところですね。まあ、井上さんに期待されるファンの方も多いということですね。やっぱり1軍がこれだけ、まあ、なかなか勝てないというところで、2軍までも、まあ、最下位が続いてしまうと本当にチームとして勝てない組織になってしまいますから、まあ、2軍の立て直しというところもすごく重要になってくると思います。性格的にも井上さんは選手とかなり近いですし、モチベーションを上げてくれる存在として知られていますから、やっぱり負けが続いて雰囲気が暗くなってしまっている2軍を変えることができるんじゃないかと、まあ、そういった期待がされています。一方中日ドラゴンズは、まあ、先ほどもお伝えした通り2年連続2軍が最下位となっていて、その2軍監督である片岡2軍監督は、まあ、その順位にも責任があると思いますし、まあ、そういった2軍監督が1軍のヘッドコーチに昇格するっていうのは当然ながら否定的な声が出ているというような状況でございます。では続いて清原さんがヘッドコーチになる場合、この不安要素について見ていきたいと思います。清原さんがヘッドコーチに就任するということになれば、求められるのは打撃の指導という部分よりも作戦面で直接的にゲームに関わっていくことということになりますよね。まあ、打撃で、まあ、一人一人の選手を指導して成長させていくとか、まあ、そういったところは打撃コーチの役割だと思いますし、まあ、清原さんがヘッドコーチに就任ということになると、まあ、この場面でどういったサインを出すのか、どういったサインを出せば、まあ、相手チームが嫌がるのか、点につながるのか、まあ、こういったところを監督に助言するような役割になっていくわけですね。打撃の指導であれば、まあ、中日でも、まあ、細川選手を覚醒させたりだとか、まあ、宇佐美選手にも指導したという、まあ、和田コーチが現在担当していて、まあ、バッティングの指導に関して言うと、まあ、この和田コーチはかなり優秀なんじゃないかというような評価になっています。中日の現状の戦力ではガンガン打って点を取っていくというようなスタイルは難しいですし、やっぱりバンテリンドームが本拠地ということを考えても
小技を含めた緻密な戦略で1点をなんとか取りに行く野球、そして守り勝っていく野球、こういった野球っていうのが求められるわけですね。清原さんはこれまでコーチ経験がまあプロで NPB であるわけではないですし、まあ、なおかつ現役時代も小技を使うようなタイプではないというのは間違いないですね。そして清原さんが即ヘッドコーチに就任するということに仮に本当になれば、本当にチームの力が上がるのかっていうところはかなり疑問も残ると思います。清原さんは当然ながら NPB で素晴らしい結果を残された方ですし、清原さんが今後中日ドラゴンズに入閣していくということ自体もプラスに働く可能性も十分あるとは思うんですけれども、まずは一軍のヘッドコーチという監督の次に重要なポストではなく、別のポジションで様子を見て昇格させていくという方が現実的ですし、中日ドラゴンズにとってもいいんじゃないかなというふうに見ています。ただ今回の報道がどこまで正確かわからないんですけれども、あくまでヘッドコーチに就任させる可能性があるというところを正しい情報として考えていくと、こういった分析になっていきます。では続いて、中日ドラゴンズファンの方々が清原氏の今回のヘッドコーチ招聘報道に関してどのように考えているか、こちらも見ていきます。ファンの方々からはこういった意見が上がっています。 PL で固めすぎると自由に意見が言えないような組織になってしまうのではないかと。清原さんも PL ですし、立浪監督も片岡二軍監督もということになってきますと、やっぱり上下関係もかなり厳しい高校時代があったと思いますから、立浪監督とか片岡二軍監督が清原さんに少し気を使ってしまう部分があるんじゃないか、風通しが悪い組織になってしまうんじゃないか、こういった不安視っていうのが結構されています。あとは清原氏がどうこうというよりも、あまりに身内で固めようとしすぎではないかと。当然ながらこの清原さんと片岡二軍監督と立浪監督っていうのは親交が深い関係ではあると思うんですけれども、親交が深い方が周りにいた方が運営しやすいとか、そういったプラス面もあると思うんですけれども、それ以上に実績でしっかりと見るっていうことも必要なんじゃないかと。して中日ドラゴンズが今後守り勝つ野球を掲げるのであれば、清原さんよりも、PL ですけれども、例えば宮本慎也さんとか、あとは井端さんとか、こうした方々がヘッドコーチになった方が、より守り勝つ野球というところが、実現されるのではないかというような声も上がっています。あとは本気で順位を上げるということを3年目考えるのであれば、コーチ経験が豊富な人を選ぶべきなんじゃないかと。本当に来年が勝負の年ですから、その勝負の本当の勝負の年でコーチ経験がない方がヘッドコーチに就任するのはどうなんだと。そして、清原さんのことを考えても、いきなりヘッドコーチっていうのはさすがに清原さん自身の負担も大きすぎるんじゃないかというような心配の声も上がっています。中日ドラゴンズはここ数年苦しんでいて、ファンの方々からも厳しい意見っていうのが寄せられていますから、いきなりヘッドコーチに入って、そこでその責任を負うっていうのも、結構厳しい部分があるんじゃないかと。今回の報道に関して、どこまで正確なものかはわからないですけれども、あくまで、ヘッドコーチに就任の可能性があるということ自体は間違いないと思いますので、今回はこの情報を分析してみました。以上です。